おはようございます。道路を1時間ぐらい歩いて、もうちょっとで入境点まで到達しますけど、道路から川まで、まあ、岸が道路縁がこんな感じなんで、かなりハードな雪こぎをしないとならないと思いますけど、今日は1ヶ月ぶりぐらいに釣りに来ました。目標は3匹以上ブラン出せるかどうか、交互期待ですね。お願いします。今日今のところ気温が1度か2度ぐらいなんですよ。で、風がないんで釣りはしやすいかなと思ってるし、活性も川に出てみないと分かんないんだけど、悪くなさそうなコンディションな気がします。後から言い換えるかもしれないけどね、コンディション悪いわーって釣れないと。水量はまだ雪代あまり入ってないんで、平水よりも少ない感じです。10センチちょい少ない感じなんで、まあ、距離取らないと、近づきすぎると、まあ、魚もシビアで食ってくれないのと、まあ、多分そこにいると思うんで、そこまで上には浮いてこないような気がします。今日はそれでは雪こぎに行きますか。ここ上がっていかないとここ嫌になってね。すげえ雪、おいしいおいしい。もうどんだけ積もってんのってぐらい、かなりな斜面。水は少ないですね、やっぱりね。そこが見えるぐらい少ないんで厳しいね。まあ行きますか。流れてないんで逆引きで引っ張ってます。こういうとこね、水流れてるからね、こう流れ込んでるとこはいいんだけどな。すごい浅いな。わお。なんか感触があったね、は気のせいか。気のせいか。気のせいだった。浅いな、ここ渡りづらいとこなんだな。
意外とこういう下に入ったりするんだよね、雪の下。うん、ここがそこそこ深さあるな。こういうとこだったらいても良さそうなんだけどね。ちょっと浅いけどね。こういうとこいそうだけどな。うわぁ。足りない。おいよ、深ない。ああ、ここね。支流が、源流がちょっと合流してたら、そこは合流してたな。いやー、そこの木のとこがいいね。ここでも来ないか。いたらもう一発行くと思うんだろうな、ここね。だいぶ川が変わったね。
雨だな。この区間だったら、あそこにいないと苦しいね、今日ね。かなり厳しい、水量は。もっと下流に行かないかな。背びれが出るぐらいの、深さしかないよ。ランディングしたら写真は撮りやすいけどな、浅くて。ここでいないと厳しいな。今スタートをします。
子意外といつもいないんだよね。ここら辺で一本出てほしいけどな。いないとこなんだよな。おう、ここにいたか。やべやべやべ。うわ、やっと初ヒットだよ。ローギングしてんな。ふぅ、やっと出たよ。巻きついちゃった、巻きついた。体に巻きついちゃった。巻きついちゃった。ごめんね。155cm。とりあえず行ってきね。ついたな。ついた？今こっちです。こっち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 。よし。やったー。あそこにやろうと思ったんだけどね。
見ればね出てくれるんだけどね。でもやっぱり活性が低いからね。障害物が両側にあって着きそうだけど流れはないな。こんな雪が行きそうだけどな。カーブしてる。何かこの下が石が脆いなここ。ポイントが変わってるな、だいぶ。こんな感じになってんだ。足が出てきた。ここはどうだろう。釣りづらそうだから見ても良さそうだけどね。浅いなここな。
臭いな。ここはなんかちょっと深いぞ。ダメか。ここもだね。意外と深いな、こういそうだな。今日こんだけ深いポイントなかなかないからな。低かったのか。ダメか。木が来た。ここは深いんだけど、木はだけだからね。つかない可能性もあるけど、不思議だね。際に木が沈んでるの。そして何やね。
よどんでるな、流れてないな。流れてないな。海水の流れてない。もうね、これぐらいの流れは欲しいね。うまく流れてくれ。うわぁ、しかも火があるよ。火があるよ、怖い。ここありそうだよな。ここありそうだよな。
よっしゃよっしゃ、食った。おー、結構いいサイズ。やっぱりいたか。低いな。よいしょ、オッケーな。オスの一番出て、もうね、かかるんだよ。よし、あいや、あいや、ありがとう。